パーテンでございました。バッキーチャンネル。さあ、今回は。こんにちは。マスバです。マスバさんにおいでいただきました。12時間。はい。勉強するための方法っていうのをですね、聞きたいと思うんですよ。はい、あの、大学受験プロジェクト。はい。オーディションなんですけども、募集は終わっちゃってますので、皆さんすいませんが。その人たちを今度はね、マスバさんが。はい。サポートしてくれるということで。はいはい、そうですね。勉強の技術、戦略はもう森田先生の右手にしませんと。で、僕は、じゃあ何ができるかと。1日12時間集中して勉強できるやる気を生み出す指導っていうのはお役立ちできるんじゃないかなと。なるほど。で、今年すごい結果が2名も合格ってされたと思いますけど、もう3人しかいなかったですけどもとか、すごい確率でしょ。来年は 100% 目指していただこう。どうやってやる気を引き出していくのか、そうですね、をいっぱいあるんですけど、まあ大きく今回6つにパンパパンと出していこうかなと。わかりました。大きく二つに、まず分けたい、うん。戦略と戦術。戦略と戦術。で、まず大事なのは、戦略ですね。これが一番目です。で、これは、今のあなたの現状から目標に対して、どういう課題があるのか。逆に、こういうところはできてるけども、こういうところを解決しないといけないね。で、逆にこれは、あなたが目指すゴールに対してはいらないから、やらなくていいよねっていう、今から何をやれば、その目標を達成できるのかっていう、具体的なアクションプラン。これが、あるかないか。なるほど。まずこれが一番大事だと思います。これがなかったら、話しても活かせないし、意味がないので、まあ、これがあるかってことですね。なるほど。ありますかっていう。ありますか。今回のプロジェクトの人たちは、まあ、何をやればいいのかっていうのが、森田先生たちが、しっかりこう、ね、指南されるといいと思うんですけど、視聴者の方で、自分がこれをやったら、うまくいくな、達成できるなっていう、プランがないなと思われたら、ぜひそれをですね、まず最初に考えること、大事だと。ですね、で、2番目、はい、ここが戦術の話です、はい、戦術も、まあ、細かく言うと1週間っていう単位と1日という単位で分けます、はい、で2つ目の、まあ、ポイントは、まあ、1週間のマネジメントの仕方です。田塾さんもそうかもしれませんけど、5日間進んで1日復習で、もう1日は休み。武田塾は4日進んで2日戻るんです。ああ、なるほど、はい、まあそれでもいいんですけど、要はやってほしいことは、最初の受験戦略、アクションプランでやるべきことっていうのもね、1ヶ月、1週間、1日って決まっていくわけなんで、まず1週間の量を決めて、でそれが達成できたら、ご褒美として1日休んでください。これがやっぱ大事なんですよね。月、火、水、木、金、土、日とあるわけで、やっぱ日曜日休むっていうのが、まあ、世界的に共通認識だと思うんですけど、西への、ね、習慣っていうのは、やっぱこう長く続く意味があるので、まあ、それはやっぱ休むってことが、日々のモチベーションにつながっていくだろうと。ただですね、はい、適当に今週こんだけやったから休もうとか、こんだけしかやってないのに休んだら勉強のことをちらつきながら休むことになるので、はい、それは良くない。アクションプランから1週間やるべきことを決めて、終わったらご褒美。なるほど。終わらなかったら午前中は勉強してメリハリ。なるほど。やっていただきたいな。おお、はい、なるほど。1週間はもういいかと。うん、これが2つ目です。おお。ここからは、一日の過ごし方のテクニックかなと思います。三つ目になるんですけど、コンカネットワーキングをしましょうというふうに言います。ですか、それは。並行作業っていう直訳なんですけど、これはですね、僕が銀行のメガバンクのシステムエンジニアの時に、奥井さんというすごい SE の方がいて、その方が著書の中で書いてたんですけど、並行作業する方が効率がめちゃめちゃいい。例えば、英語をやるにしても、英単語ばっかりやるよりかは、英文法とか、英語長文とかも、その複数の分野にまたがって同時にやる方が効率いいですよ、うん。これ本当に僕もそう感じましたし、生徒さんにこれやってみても本当に良かったので、これぜひやってほしい。なるほど。はい、英語をやったら次数学でもいいですし、英単語をやって英文法をやる。こうやって中身を変えることで効率が上がるってことを意識してください。四つ目。これとまた関連するんですけど、先ほどの奥井さんが言ったテクニックで、タイムスロットマネジメントっていう、勉強時間を90分取るならば、30分休憩しましょう。僕らの年になるとそれが休んだ方がいいかもしれないし、逆に若い方は15分でもいいんですけど、とにかく休憩を取るってことが大事だと。例えば3時間ぶっ通して50ページ進みました。例えば90分やって、30分やって、60分やる。同じ3時間だけど30分休憩取りました。なぜか60ページ進む。休憩したことで30分減ったことで10ページ進む。これ本当に検証結果も出てるので、これもぜひやっていただきたい。なるほど。5つ目、これはですね、意識的にやってほしいのは学習の見える化です、ね。ああ、見える化。ノートでも何でもいいので、自分がやったことを定量的に書く。うんうん、例えば、ターゲット1900個、600個覚えましたとか、
D プラスみたいなアプリで管理してより見える化を意識すると楽しいし、あ、これだけ自分やってきたんだなっていう達成感があるので、それが翻ってこんだけ今週頑張ってきたから明日休めるんだ、やったっていう最初の一週間のマネージャーでつなげていくという感じですね。最後、これはですね、自分で自分を褒めてください。あるいは理想を言えば、あなたが尊敬する方に褒めてもらうと。僕こんだけ頑張ったんで褒めてくださいよと、うん、でも逆にこういうところは指摘してくださいとか、そういうね、あのアドバイスも欲しいんですけど、基本的には褒めてくださいと、うん、褒められることで人って活力を得てまた次に頑張れるので、これはまあそれこそ今回の受験プロジェクトで僕がやってきる役目かなと思ってますけど、うん、まあ、そういう人がいない人は自分で自分を褒めてあげると、うん、松原お前よう頑張ったって自分で言ってもいいんですよ。ちょっと頭おかしいと思われるかもしれませんけど、周りから。でもそうやって自分を自分で肯定していくことがモチベーションの源泉になります。逆に俺はできなかった、うん、そういうふうに言わなくていいですね、うん、基本的に人ってネガティブに自分を捉えがちなんで、そこはもう無意識にやってしまうので、相手は言わなくてよくて、意識的にやるべきことは自分ができた良かったことをどん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 見つけていく。それこそノートに書いてもいいかもしれません、うん、それをやっていただくと近日順次がずっと勉強して集中できるんじゃないか。なるほど、はい、学校とか仕事があるといいかもしれないんで、はい、そうするとじゃあ逆ですね、日曜休みしちゃダメですね、日曜10時に書くそうですね、土日頑張って現役生は内職で頑張って、はい、学校終わって夕方から休むとかですね。そうですね、まあとにかく休む時間っていうのがいいですね。浪人生とかね、いろいろと実践してもらえればと思いますし、タクローの人とかね、自分ね、横山がまた今年もやりますけど、苦戦しておりますので、まあ、集中してずっとやるっていうのはね、大変だっていうのを彼は思っているので、はい、してどうなるか、プロジェクト応援してもらえると思います。頑張ります。そしてこのプロジェクトとは別に今回のところまでもうごっちゃになってしまって、勘違いした方々が多くなってしまったんですが、受験プロジェクトと全然違う話として、はい、ベーシス、はい、今一緒にお世話になっている英語塾、はい、でテストの英語リーディングで8割を超えなかったら返金するというプロジェクトがあって、はい、残念ながら1名だけ返金しましたが、うんうん、あとは皆さん8割を超えられて、まあ、すごくいい成果に収まりましたと、うん、なので今年は共通テスト英語リーディング9割超えなかったら返金という企画を、前回ちょっと期間が短かったのもあるんで、今年はこれから約10ヶ月近く、うん、がっつり取り組めますから、この企画をちょっとやりたいなと。なるほど、共通テストだけじゃなくてってですね。あ、そうです、総計 G マーチ感覚同率もやります。要は受からなかったら返金しますと、うん、成績開示して合格点に出なかったらってことですね。そうです、合格されたらごめんなさいですし、はい、不合格の場合は結果解除をしていただいて、提出していただいたら返金するというシンプルな、はい、英語の点数が5割とか4割とかで落ちてるっていう状況であれば返金しますし、はい、7割8割取れてて不合格だったらそれはちょっとごめんなさいっていう、すごくシンプルに僕らが提示する勉強法をしっかりやっていただいて、進捗テストクリアできるように指導しますけど、それをちゃんとやっていただいてさえすれば基本的には特に条件なく返金しますので、シンプルにやりたいなと思ってます。じゃあぜひそちらで試してみてもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございました。